元氏、大谷はただ立っているだけ。ワールドシリーズ第5戦が10月31日に行われ、ドジャースがヤンキースに逆転勝利し、4年ぶり8度目の世界一を成し遂げた。地元紙のロサンゼルスタイムズは優勝したドジャースを歴史上最も素晴らしいチームと絶賛。これはワールドシリーズ MVP のフリーマンの強打、ベッツの躍動、テオスカー・ヘルナンデスの打棒、トミー・エドマンの一打、そして肩を痛めた大谷翔平のただ立っているだけで違いを生む存在感によるものだったと勝因を分析。ワールドシリーズで亜脱臼を打った大谷ら故障者が続出するチームの危機を乗り越えた団結力を称賛した。立っているだけでまさにその通りだと思います。二刀流から始まり、プチピッチなど人間離れした能力を見せつけられれば、片腕だけでもボールをスタンドに叩き込むかもしれない。そんな大谷さんの存在は決して無視できない脅威だったと考えます。怪我をして十分なスイングができないことが分かっている。大谷選手が打席に立つたびにテレビ観戦をしている者はそれでもホームランの予感を感じ、そのスイングに期待をする。対戦投手、対戦チームにとっても同じで、打たれのではないかという恐怖を感じるんでしょうね。大谷選手が試合に出場し、打順に名前を連ねるだけで、対戦相手にプレッシャーをかけることのできる代打者であることがはっきりと分かったワールドシリーズだったように思います。大谷が立っているだけで、レギュラーシーズンの成績が相手ピッチャーからすれば絶えず恐怖だったのだろう。ましてや何をするかわからないほどのパフォーマンスを見せてきた今シーズン、相手ピッチャーからすればいつホームランが炸裂するかわからない大谷、避けてもベッツ、フリーマンが続けば半端ない威圧感だったろう。とにかく今季これだけの故障者を出しても優勝できたのは大谷を筆頭にチームの優勝への団結力が花開いた結果だ。大谷翔平、世界一おめでとう。怪我をしての MVP おめでとうございました。大谷選手も立っているだけ威圧感がありました。すべての選手の力が重なっての優勝だと思います。ヤンキースも不運が重なって残念でした。また明日からチャレンジです。皆さん怪我しないように、また明日から来年に向けて過ごされてください。また来シーズンの熱い戦いをお祈りします。お疲れ様でした。以上、ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは大谷選手の情報を中心にお届けしています。また次の動画でお会いしましょう。